ほら、ちょっと。おお、いいサイズ来た。25、6ある？25、6余裕であります。おお、いいじゃないですか。はい。あら。Jボーイじゃないですか。はい。Jボーイで、メバルを狙ってたらトップで、味がガバッて。釣れました。当然表層で食ったんだよね。表層ですね。やるね、味もダブッて。水面バシャーッと出る感じです。そうですね。へえ、まだ釣ったことない。どんな感じです。はい、ぶるっと動かして止めて、で待ってたらガバッと来てきました。ほう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 。ハンドルで巻いて、ハンドルで巻いたり、竿先でトゥイッチしたり。なるほど、ちょっとポンプリートリーブ気味に、はい、で、止めた時にパコッと出る。いや、楽しそうだな。トップでね、出てくると楽しいです、ね、普通のペンシルで釣るのと、こういうちょっと風変わりな J ボーイみたいなの釣るのと、どんな感じ、気分は。もうこれはもう、J ボーイは引き抵抗がちゃんとあるんで、プルプルって震えるのが分かるんで、釣ってるなっていうのがよう感じがしますね。あとなんかやったった感がない。誘って、ね、寄せて、食わせてっていうのがね、うん。メバルを釣ろうとすると、めちゃくちゃ釣れるルアーじゃないけど、うん、あの、ちゃんと釣れるし、うん、で楽しいでしょ。楽しいね。本当のトップのトップで釣れるから。なるほどなるほど。ありがとうございました。いや、カメラのないとこ行くとボコボコ釣れるんだよ。ちっちゃいんだけど、ちっちゃいんだけどさ、あのテトラ隊行って本当にね、テトラのキワキワを引いてたらね、のこのサイズだからちょっと乗りが悪いんだけど、パッカパッカ出るの。うん、予定よりよく釣れるぞこれ。予定よりちょっともおかしいけど。いやー、これ沈みテトラの1段目のあの、もうジグヘッドだったら絶対投げ込めないようなところが引けちゃうよね、プルプルって。これは楽しい。うん、出る出る、ポッコンポッコン。いや、立ち位置変えてやったらこれでっかいのも出るかもね。